はい、こんばんは。本日もですね、新作、22AW 新作入ってまいりましたので、そちらをご紹介していきたいと思います。で、本日ですね、先ほどインスタライブでも言ったんですけど、まず最初に、先日、受注で受けていた、マッサンドコーの、別注のハンドペイントベルトが、入荷して、もうすでに受注していただいた方の分は、すべてご配送を済んでいるんですけれども、少量ですね、予備分が、一応作っていて、まあ、予備分がまだ在庫がちょろっとあるので、まあ、最初にそちらをご紹介させていただこうと思います。でその後、今日入荷した新作ですね、3型、ご紹介していただきますのでよろしくお願いします。はい。で最初に、今話してた、マッサンドコーの、ハンドペイントベルトですね、まあ、こちらは、以前インスタじゃなくて以前受注の時に、説明もしていて、その時のアーカイブも、YouTube 残してあって、ちょうどあの EC サイトの、リンクにでですね、そちらの YouTube の動画のリンクも貼ってあるので、そちらをご覧いただければなと思います。まあ、見てわかる通り僕はですね、今期非常にペイントにハマっておりまして、でそちらの、いろんなペイントのものと合わせてほしいなという思いと、色を拾うのが僕好きなんで、5色かな、白、赤、緑、黄色、黒、まあ、レザーのベースの黒ですねと、プラス、シルバーとゴールドのアクセサリーが好きなので、金具もですね、普通先端これ色揃えるのが必要なんですけど、シルバーの、アクセサリーをした時もゴールドのアクセサリーをした時もどちらのアクセサリーの色も拾えるように、先端をあえて、テレコですね、ゴールドの金具と、シルバーの金具に、組み替えているというスタイリングの、助けになるような、ベルトを作ったんですけども、こちらの予備分が、少量あるので、軽くですけど今回今ご紹介させていただきました。もうね、ペイントがね好きすぎ、まあもうずっとね、僕の店知ってる方だったら分かると思うんですけど、ずっと昔から、好きではあったんですけれども、最近もうその熱がとんでもないことになっております。で、EC サイトにはすでに予備分すべて、在庫掲載しておりますので、そちらが完売してしまった場合はもう終了になりますのでご了承ください。はい。でこれまだ僕届いたばかりで新品で、まだ皮がある程度硬いんですけれども、皮が柔らかくなってくれば、まあ、こんな感じで垂れるようになりますね。まあ、今もねほぼ垂れてはいるんですけれども、もう少し自然にこう下に落ちるような感じになるかなと思います。はい。これ T シャツがちょっと着丈長いんであれですけど、これだけ着丈長くても、まあ、ベルトはしっかり見えてくれるので、これはぜひ受注考えてたけどスルーしてしまった方、もしくは今こんなのあるんだって知った方、ぜひおすすめです。お値段が税込み 18,700円になっております。はい。でこのペイントすべてハンドペイントなんで、柄のとかペイントの具合ですねは個体差がすべてあるので、全部1点1点違うワンオフになっているので、そちらだけご了承ください。1点目それですね。で次いきます。次、クオンのインラインいきます。まずはじめ、じゃじゃん、これめっちゃ可愛いんだよな、僕。まあいいや。はい、ちょっと待って、少々お待ちください。こちらですね、1点目、クオンの 22AW の、インラインのになります。こちらです。商品名が、ウェーブヨークスウェットシャツになっております。僕は普段の僕の商品紹介の動画とか見ていただいている方だったら分かると思うんですけど、僕あんまりこう服、お洋服、まあ、アクセサリーとかも全部そうですけど、あんまりこう可愛いっていう、こう褒め方というか表現の仕方をしなくてですね、まあなんかこう何でもかんでも可愛いっていうのが僕は個人的にあんまり好きじゃないんですけれども、ちょっと可愛い洋服、可愛い洋服というか可愛らしい洋服、まあ、ちょっと着たいなーっていうふうに頭の片隅で思ってたんですけれども、ちょうどねいい
僕らしいやつが入荷してきたのがこちらでございます。先に商品の詳細ですね、ブランドさんからいただいてるやつそのまま読ませていただきます。肩と、袖に、萩がない、キャップショルダーと呼ばれる円形の切り替えの用いたスウェットシャツです。単純な円形ではなくて、打ち寄せる波のように波打った切り替えが特徴的で、裏毛のボディに上品な起毛素材とドライな質感のボンディング生地と3種類の、異なる素材を使用していて、同系色にまとめることで落ち着いた印象になると。ただ素材のコントラストはしっかりと楽しめる一品と。これね、この同系色なんで遠目から見るとね、パッと見、オフホワイト、きなりっぽい雰囲気の、スウェットに見えるんですけど、これ近づくとですね、3種類あるんですよね。まあ元々、最初ですね、ベースが裏毛ですね。裏毛のスウェットがベースなんですけれども、一部がこういう、ちょっと待って、間違えたらやだ。そう、起毛素材分かりますかね、ここの部分ですね、ここの部分とここの部分、ここの部分とここの部分が起毛素材で、ここがその間の挟んでるのがボンディングになってます。このね、切り替えのその、まあ、3種のと異なる素材のバランス感もいいですし、さっきあと説明したように、そのシンプルなこうぐるっていう円形じゃなくて、こうわかるかな、うまく伝えられるかな、なんかね、これわかるかな、なんかそのこういうこう綺麗な円じゃなくて波打ってるんですよ、この切り替えの部分が。わかるかな、この部分が、そのね雰囲気、まあこれから着るんですけど、その着た時の感じがさっき僕が言ってたそのちょうどいい可愛らしさ、まあ、色もね、オフホワイトですごい気分ではあるんですけど、っていうのが非常に気に入って仕入れさせていただいた一品でございます。でサイズが3サイズご用意がございまして、今僕が着るのが M サイズです。でし、うちで在庫があるサイズが M サイズ、L サイズ、XL サイズの、3サイズ展開になっております。でお値段が税抜き21,000円だから税込み23,100円かな。そうだからお値段もね結構手が取りやすくて、いやーかわいい、このね、そうこの着た時の着るじゃないですか、着た時のピントあるかな、着た時の普通だったらこういう風になると思うんですけど、着た時にこういう波の、本当にだから波のこういう感じですね、波の本当にこういう感じが出るのがめちゃくちゃその雰囲気が好き、これですね。インスタも普通だったらこうじゃないですか、こう抽象的な言葉しか使ってないんであれなんですけど、普通だったらこう綺麗にいくんですけど、この、ディティールだとこうね、こういう波のこういうシルエットになるのがすごいいいです。で、何度も言ってるんですけど、今期その、まあ、これもそうですけど、もう在庫ないですけど、こういうベージュ系とか、あと、緑、グリーン系のパンツとか、結構別で作ら、これから入ってくるんですけど、作っているので、まあ、それとも、このオフホワイトは、相性いいかなと思い、非常におすすめです。値段言ってるね。サイズ言ってるね。で、これ規定サイズが M サイズになっております。はい。いやー、これがいいのよ。これが、伝わるかな？伝わるかな？伝わってほしいです。はい、これが1点目になります。で次、クオンのインラインの最後なんですけれども、これね僕個人的にもうめちゃくちゃおすすめで、そう別注じゃないんですけど、あのね結構いろんなブランドさん、まあ、近年、まあ、ずっと4年間やり続けてますが、一番最近でこうドンズバできた形のパンツになります。こちらです。2個目ですね、クオンのインラインじゃん、こちらです。商品名がですね、ちょっと待ってください。商品名がですね、刺し子パッチワーク4分の3トラウザーズリップルになっております。これね、まあこの後履くんで分かるんですけど、僕が一番
このパンツ気に入ってるところはもうね丈感なんですよ。丈感、まああと、まあ、渡りの太さとかもその全体的なバランスもあるんですけど、丈感がね素晴らしい。EC サイトの説明にも書いてあるんですけども、要は半端丈なんですよね。だからショーツでもないし、フルレングスでもない、いわゆる半端丈で、これ AW の商品なんですよ。AW の商品なんですけど、これ悪口に聞こえるかもしれないですけど、僕としては褒め言葉。暖かくもないし、涼しくもない、この半端な丈感が僕は、最近見たパンツの中の形ですね。形部門で言ったら、一番すごい好き。なので仕入れました。だからスタイリングで言うと、まあ、ちょっと今日準備できないんですけど、これ履いて、ラインソックス履いて、スケートの、スニーカー履いて、できればフーディーとかでもいいんですけど、できればレザージャケット着て、でそのレザージャケットの上にダウンベスト着て、この半端だけのパンツを履くっていうのが多分今説明したスタイリング大多数の方からはどういうスタイリングってなると思うんですけど、ごく一部の人にはあそれめっちゃわかるよって言っていただける、スタイリングだと思います。まあそれがやりたくてっていうのもあるんですけど、まあ、すごく一押しの形のパンツになります。ごめんなさい、最初形の話を話しちゃったんですけども、素材やディティールを改めてご紹介させていただきます。こちらはですね、今期の、テーマである線ですね。線にフォーカスし、雨が降った時に、水面に現れる波紋ですね、を表現したパッチワークで仕立てた、半端丈パンツです。でコレクションで使用している生地の端切れを、手差し子ですね、手の差し子で、パッチワークしているので、同じパターンが、2つと存在してません。だからまあさっき のベルトで一緒ですね、全てこちらワンオフになっております。ワイドなあ、ごめんなさい。深い股上、ワイドなシルエットながら、スッキリとしたヒップ周りを上品さを感じさせ、コーディネートの幅を広げるアイテムとなっております。なんで、これ近くでよく見ると、これね、わかりますか？これはだから遠くで見ると、黒のね、無地の、半端丈のパンツに見えると思うんですけど、これ近くで見ると、ちょっと暗いんで、ごめんなさい、YouTube の今カメラ揺れるんで、ちょっと用意と気をつけてください。ちょっと明るさは明るくします。ちょっと待ってくださいね、ごめんなさい。はい、ごめんなさい。これでわかるかな。はい、あ、わかりますね。こういう風に丸の形のパッチワーク。だからこれ柄もね全部違くて、こういうストライプとか、あとはコーデュロイ、こういうコーデュロイの部分もあるし、まあ、あとは、あとはスウェットの部分もあるんだ。スウェット素材になってる。ここら辺とかスウェット素材なんですけど。だからね、一素材、いろんな素材が全て、波紋状のその丸で切り取られて、それが、こういう風に手差し子ですね、されてると。後ろも全部そうです。これすごいんで、だから近くで見るとね、全然無地じゃないんですよ。いろんな柄が。いろんな柄っていうか、まあ、ストライプか。入ってるんで。これいいんですよ。多分近くで見たら。あ、でもインスタはわかりやすいな。こんな感じです。全部丸で、歯切れを手差し粉で作って。で、こういうふうに、ストライプの部分とか、ここはコーデュロイとかですね。コーデュロイとかで、ここスウェットっぽい素材で、こことか、あ、どこだ。とかウールかな。ウールのスラックスっぽい素材になってます。裏も全部です。はい。これもちょっと、着ます。ご宅は、あれで。で、着替えてる間に、うちでの展開のサイズがですね、S サイズと M サイズの2サイズのみとなっております。でお値段が税抜き10万円、税込み11万円になっております。で今から僕履くサイズが、S サイズを履かせていただきます。いやー、この丈感いいよ。この丈感がいい。
この膝上よりちょっと長いぐらいの丈感なんですよね。これいい、この丈感マジで気分なんだよな。これ S サイズです。あとね、そうさっき見てヒップ周りとかがすごいスッキリしてるんで、だからなんかディッキーズのパンツをカットオフして、履いてるスケーターなスタイルがあると思うんですけど、あれよりももう少しこう、スマートな、ディティールというかシルエットかに見えますね。これで本当はねレザージャケット持ってきたかったんですけど、ちょっとないので、そこは許していただいて、これもごめんなさい、完売しちゃってるんですけど、こういうウォレットチェーンつけて、で、この上に本当だったら、今ウォレットチェーンつけてるんですけど、ウォレットチェーンつけて、この上にレザージャケット着て、この上にダウンベスト着るみたいなスタイリングが、ちょっと皆さんの脳内で保管していただきたいんですけど、すごいしたい、素晴らしい、形のパンツでございます。はい。というわけで、ラストですね。いきます。以上がクオンのインライン2型になりました。で、ラスト、こちらです。ソラリスの、別注のキャップですね。こちらです。じゃん。チームキャップになります。これはいいです。あー、吉田さん、はい。花火、はい。これいいです。で、これも、まあ、僕、その、まあ、意外じゃないかもしれないけど、意外って思う人もいるかもしれないんで説明すると、僕は結構あのロゴものすごい好きで、それこそシュプリームのロゴトンのアイテムとかもかなり好きなんですね。で、まあ、いつか、別注でね、なんかロゴもののアイテム作りたいなーってぼやーっと思ってて、って言ったところに、じゃあキャップ作ろうとなり、じゃあどういう風なロゴにしようかなと思った時に、これね、通販でね、このロゴなんで、これ、あの、まあ、うちのお店のロゴを僕が作ったロゴなんですけど、これですね。あの、通販でお買い物してくださった方だったら、なんとなくね、見覚えがあるかもしれないですけど、僕いつもあの、通販で買ってくださった方に、まあ、めちゃくちゃ字汚いんで、あれなんですけど、汚い字で、なんか、ありがとうございます。誰々様、ありがとうございます。って、いつも一言添えるんですけど、その、ありがとうございますの後に、いつも僕、あの後に、わがまま東京中村っていうサインをするんですけど、その時に、なんかね、うーってやって、最後日本線ビーって引くのが、一応僕が、自分が考えてるお店のサイン。今書くか。ちょっと逆転しちゃってるかもしれないですけど、あの通販で買ってくださった方だったらこの感じのサイン見覚えあるかもしれないですけど、これが一応わがまま東京っていう僕なりの意味なんですけど、これをベースに、作ったのがこのロゴになります。気に入ってます、すごく。はい。で、色もいいでしょ。色もいい、エンジっぽいカラーで、つば裏がグリーンになっております。で、サイズはですね、後ろアジャスターがこういう風についてるので、僕かなり頭大きいんですけど、全然、6ぐらい頭大きい方でも、逆に絞ることも、サイズを小さくすることもできるので、頭が小さい方でも、問題ないかなと。で、この後被るんですけど、深さですね。高さは、そんなに、浅い、昔のレトロなベースボールキャップみたいに浅すぎず、でもニューエラみたいにこうガッと高すぎず、だからそれもね、すごい、使いやすい、形かなと思ってます。で、後ろの、この、ストラップなんですけど、これも、収納できるように、普通だと出しっぱになるのが多いと思うんですけど、ここにしっかりとしまうことができるんで、後ろの見栄えもスマートになっております。ここですね。普通、普段こういう出しっぱになっちゃうと思うんですけど、ここはね、しまえるようになってるんで、ここに入れてもらえれば、後ろの見栄えもいいと。で、僕はこんなに小さいと絶対入らないんで、ちょっと一回大きくしてから、つけます。ちょっと待ってください。
いけるかな。あ、いきますね。いきます。はい、こんな感じです。いいよね、こんな感じ。いいですね。わかります？この高さがね、わかるかな。浅いのって多分もう少し浅い、ね、さっきも話したんですけど、レトロのやつってもう少し、高さ低いと思うんですけど、まあそれよりは高くて、で、ニューエラとかって多分もう少し高いと思うんですけど、それよりも、低い。だから一番、なんだろう、帽子慣れない、帽子慣れしてない人でも、楽しめる、形なのかなと思います。中腰が辛い。ちゃんと映ってるかな。ちゃんと映ってると思う。はい。で、インスタこんな感じです。はい。で、お値段が、税抜き1万円です。だから税込み1万1000円となっております。こちらの、チームキャップ。はい。というわけで、ちょっと急ぎ足になりましたが、本日は4方ご紹介させていただきました。ぜひ、ご検討よろしくお願いいたします。それでは、またありがとうございました。